ティーン・チョイス・アワードはアメリカ合衆国のテレビ局であるホックス放送主催の映画、テレビドラマ、音楽、スポーツファッションソーシャルメディアなど各分野でその年に最も活躍したアーティストやセレブリティを表彰する賞。通称テュカ。1999年から開始された受賞式はホックスで放送されている。米国在住の13歳以上の視聴者が 主にインスタグラム、ツイッター、スナップチャット、YouTube などの様々なソーシャルメディアサイトを通じて投票する。エグゼクティブプロデューサーのボブ・ベインとマイケル・バーグは、ニコロデオン・キッズ・チョイス・アワードよりも年齢層が高く、MTV に似たティーン向けのアワード賞を制作することになった。従来とは異なるカテゴリーを式典に組み込み、エンターテインメント業界やスポーツ業界の人々の 功績を称えつつも、ショーの形式は変えなかった。ショーは、1999年と2000年の最初の2回は、サンタモニカ空港のバーカー格納庫で開催された。2001年から2013年までは、カリフォルニア州ユニバーサルシティにある、ユニバーサルアンフィシアターで開催されていた。東海岸では、生放送、西海岸では遅れて、録画放送されている。 2013年にアンフィシアターが取り壊されたため番組は新しい場所に移動した。その後2014年7月29日にロサンゼルスのウェストウッドにある UCLA の改装されたポーリーパビリオンが30インチの水道管の破損により浸水したため番組の会場はロサンゼルスのシュラインオーディトリアムに移された。2015年の授賞式は ザ・ゲールンセンターで2016年の授賞式はイングルートにある改装されたフォーラムで開催された。2019年の授賞式はカリフォルニア州ハーモサビーチの野外セットで行われた。2020年と2021年はアメリカで COVID-19 が大流行したため授賞式はなかった。投票用紙はかつてティーン向けの雑誌で使用されていて、 読者は雑誌を購入して投票用紙を切り取っていた。また、fox.com を通じて、オンラインで投票することもできた。2008年、fox と番組プロデューサーは、t e a m c h o i c e a w a r d s の公式サイトとして t e n、c h o I c、e n c h o i c e a w a r d s c o m を開設した。2009年には、投票数が8300万票を超えた。現在、投票は、Twitter、 Fox.com Foxnow アプリを使ってオンラインで行われている。2016年には3700万票以上の投票が行われた。受賞式が始まって以来番組では個々の受賞者に本物のカスタムメイドのサーフボードを送ってきた。サーフボードが賞に選ばれたのは10代の夏休みの自由さを表しているからである。ジェニファー・ラブ・ヒューイットなど 実際にそのサーフボードを使ってサーフィンをしているセレブもいる。マーロン・ウェイアンズが兄弟はサーフィンをしないと言ったのは有名な話で2009年にはヒュー・ジャックマンが初めての受賞時にサーフボードを持っていない唯一のオーストラリア人ではなくなりましたと発言している。授与されるカスタムメイドのサーフボードは一つにつき800ベドルの費用がかかっている。注意。 特別賞は毎年授与されるものではない。10回以上受賞しているアーティストは以下の通り。2008年 DOSOMETHING.org は若者を対象とした d ューサムシングアワードを開催した。世界に問題を見出し、それに取り組んだ9人の候補者が、それぞれ1万ドルの賞金を獲得した。受賞者には10万ドルが贈られた。 ザ・ドゥ・サムシング・アワードは、ニューヨークに拠点を置き、年間約1,150万人の若者に支援を行っている、非営利団体、ドゥ・サムシングのプログラムである。この賞は2009年には発表されなかった。代わりに、チョイスセレブリティアクティビストが設けられ、ヘイデン・パネッティアが受賞した。2014年8月11日、自らがエントリーされていた部門で敗れた、 バインスターのキャメロン・ダラスは受賞式が不正に行われたとツイートした。実際のイベントの6日前に自分が受賞したことを知らされ、時点の人たちはすでに結果が決まっているにもかかわらず、まだフォロワーからの投票を募るように言われたとのことであった。また、だからティーン・チョイス・アワードが不正に操作され、パワフルなインターネット上の人々をマーケティングに利用していたことを知った。 私は今、悲しいです。テレビは愚かだとツイートした後に削除し、王道を行くべきだったとしながらも、嘘をつかれているという事実が気に入らなかったと、語っている。ダラスの最初のツイートのすぐ後に、仲間のバイナーであるカーター・レイノルズが、ティーン・チョイス・アワードは、プロモーションのためにみんなを利用していると述べ、ティーンス・ダン・ヘビ・チョイシー・ワーズというハッシュタグを使った。このハッシュタグは、 番組の最後にあるプロデューサーは受賞者を選ぶ権利を保持しているという面積事項に気づいたファンによってすぐにトレンド入りした。それ以前の番組では投票ルールのページにティーン・ウェイ・サウルスロックスは上位4人の投票を促せる者から受賞者を選ぶ権利を有していますと記載されていた。2016年にはポップシンガーの子クリスティーナ・クリミーが チョイスウェブスター賞の音楽部門を受賞したことを知ったファンが動揺しツイッターで論争が起こった音楽部門で受賞したにもかかわらず番組の中で言及されなかったからであった多くのファンはこのアワード賞は彼女の思い出に捧げられるべきだったあるいは少なくとも認められる瞬間があって叱るべきだったと感じていた2017年ザドロンツインズがチョイスユーチューバー部門で 受賞したと聞かされ、賞を受け取る準備をするために、舞台裏に行った後で、ジェイク・ポールに負けたことが判明したことで、ファンが憤慨し、ツイッターで、再び論争が始まった。また、女優で、ダンサーのクロエラケージアックが、最も多くのリツイートをされ、ツイッターの、チョイスダンサー部門で、トップトレンドのアカウントになったにもかかわらず、チョイスダンサー部門で、マディ・ージー・グラーに敗れたことに、 ツイッターのファンは憤慨した。ありがとうございます。